皆さんが待ちに待ったあれが復活したんですね。ということでお迎えに行ってきました。何を？出荷が再開しました。こちらプッチンプリンです。4ヶ月ぶりです。おかえりプッチンプリン。1972年の発売から50年を超えるロングセラー。さあ皆さん行きますよ。ありがとう。早いよ。はい、今プッチンプリン。プッチンプリン。ナイスプッチン。実は今年4月に起きたシステム障害の影響で製造が止まっていたんですが、今日待望の出荷再開。この嬉しい知らせに。再開しました。すごい。あ、すごいか。おる。追って。はい。気持ちいいです。気持ちいい。やっぱり。こう見えて甘党、ムッキムキのお兄さんも久しぶりにプッチン。いった。おー、気持ちいいですね。気持ちいい。躍動感がありました。いや、よかったよ、成功してドキドキだったんで。プッチンプリン、実は佐賀と東京の2カ所の工場で作られているのをご存知でしたでしょうか。プッチンプリンの復活に佐賀の工場では、あ、トラックも大忙しだったんでしょうか。ファンの皆さんのことへ行ってらっしゃい。今日出荷が再開したのはビッグサイズの商品。お子さんにはちょうどいい小さめサイズの3個入りプッチンプリンは今月27日に出荷が再開される予定です。こちらも待ち遠しいですね。アニメとか。いや、嬉しいですけど、4ヶ月もなかったんですね。気づいてなかったですか。逆に皆さん知ってたんですか。生活からないのに。本当、どんな生活。僕だけですよね。さあ、ということで皆さんに伺いたいんですが、プッチンする派、しない派、どちらですか。これは、するのが礼儀っていうふうに聞いてますけど、礼儀、プッチンに対する。礼儀は初耳でしたけども、プッチンする派が、もちろんします。実は、グリコがこんなアンケートを取ったんです。どうぞ。なんとあなたはプッチンするしない。なぜしない派が多い。 56.5% だったんですね。何してるの。半分以上だったんです。実はする方しない方で、はい、それぞれにメリットがあるというか、楽しみ方が変わったりするわけなんですね。はい、こちらはグリコのホームページからです。プッチンをすると上にカラメルが来ますよね、はい、最後に来るのがこのミルクの部分なんで、ミルクの余韻に浸ることができる。そうなんだ。自分次第な普段がじゃあ私たちこれってことですよね。そうですよね。プッチンしないと、はい、カラメルソースが下に来るんで、はい、そのほろ苦さをしっかり味わうことができる。だから言うならば後味がどっちに来るかっていう、プッチン上から食べるか下から食べるかみたいな。でもそれ自分次第でどうにでもなるとこ。ああ、そうですよ。ね、食べやすさの味わいが変わる。味わいが変わる。そう、体操することなんですよね。はい、僕個人的にはちょっと冷凍させても。あ、いいですか。それやったことない。美味しい。ぜひやってみてください。はい、レッツプッチンプリン。